ことがあって、クレギ君、私怖くて。
様に。お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。はっ、唾液だ。おい、ごめん。何よ。おう。なんだ。おう。だけど。Thank you.
諦めろ。落ち着いて。それは。黙れ。
は？おい。ぷぷぷぷぷ。は？ぷぷぷぷ。もしかすると…つまり…裁判では身内に潜んだ黒は誰かをお前らに議論してもらいます。その結果は学級裁判の最後に行われる投票により決定されます。そこでお前らが導き出した答えが正解だった場合は秩序を乱した黒だけがお仕置きとなりますので、残った他のメンバーは共同生活を続けてください。ただしもし間違った人物を黒としてしまった場合は罪を逃れた黒だけが生き残り、残った白全員がお仕置きされてしまいます。その場合もちろん共同生活は強制終了となります。以上、これが学級裁判のルールなのです。なんとだどー、処刑は処刑だよ、処刑。電気椅子でブリブリ、毒ガスでモクモク、ハリケーンなんちゃらで体がバラったりってやつだよ。
言ってんの。コン。うるせんだよ。ピッコリ。やめろって。はい、これで満足？そっちこそ。は？学園長ことモノクマへの暴力を禁ずる。校則違反だね。召喚魔法を発動する。助けて、グングニルの槍。エトセトラ、そんな風になりたくなかったら、お前らは学園の校則にしっかりと従うこと。どうして？やっぱり。はにゃにゃ。じゃあ、ブッブッブ。
出してくれ！
くそが。まあ、マジかよ。黙れ。ならば。ふむふむ。じゃあ、それは面白い。じゃあね。じゃあな。おう。ああ。おら。あのさ。どうする。
怪しいわ。あのさ、処刑だよ、処刑。電気椅子でブリブリ、毒ガスでモクモク、ハリケーンなんちゃらで体がバラったりってやつだよ。